こんにちはで実,実はですね、これ、録画するの2回目なんですよ。だからちょっと話が、1回話しちゃうと、やっぱな、なんていうの、アドリブ感がなくなっちゃうんで、あんま面白くないかもしれないですけど、ちょっとそこはすいませんね。撮ったんですけど、ちょっと音が取れてなくて、また撮んなきゃいけないっていうね。 で今日はねその英語の勉強についてまあちょっと当たり前の話をしたいんですけどまあそれが何かっつうと前だから前前回かな行ったカナダ人のその言葉すんごい勉強できてなんか何か何カ国語も喋るカナダ人の人も言ってたんですけどインターネットができてからそのすごいいろんな言葉を聞けるようになったと自由に読めるようにもなったし でもそれまでっていうのは、そのか彼が、彼結構まあ、年がいってるっちゃい言ってるんで言、言い方悪いかもしれないけど、だ前まではその英語、英語じゃねえや、あの人、は英語、母国語なんで、他の言葉を勉強するときにカセットテープを使わなきゃいけなかったと。そインターネットで自由にその音が聞けるなかったから、しかもまあ、本を読むっていうのは、まあ、今も。 日本を海外から取り寄せるって時点ではあんまり変わってないけどそのニュースを外国読めたりその聞けたりっていうのはちょっとすごい便利になったよねって話をしてたのよだから僕も YouTube とかそのまいった Netflix とか Hulu とかで英語の勉強はできるよっていうのもその今インターネットが使えるから自由に好きな時に好きなジャンルの外国ものを外国語で聞くことができるっていうのはすっごい まあ便利なな話じゃないですか,だかそのただインターネットっていうのはただ単にそれができるよってだけじゃなくてそのジャンルも格段に増えてんだよね。外国語で聞けるものがあったとしても自分が好きじゃないジャンルで自由に聞けたって意味がないじゃん。そ今すぐできる時点ですごい、ね、そのにジャンルも幅広くすっごいあるから。 だ本当に自分が好きなものを聞けばいいから別に何の苦もないじゃんだから好きなことをやるっていうのは一番人間ってほんと生産性高くて大事なことなんでだそれが簡単にできるインターネットって本当にすごいと思うんですよ、まあ、話すのにしてもそのオンラインの英会話レッスンとかあるじゃん DMM とかレアジョブとかそ,のそれでなんかフィリピンの人とか喋るっていうのもそうインターネットがあるからこんな ぜまあ遅れがすごい少なく会話ができるほどの状態だけど普段普通にインターネットなかったら会話なんかさもう何1キロ先の人でも会話できないじゃんまあそれ電話があるってそうだけどそのやっぱ顔見てできるっていうのはやっぱ違うじゃんだからその本当にインターネットっていうのはすごいんですよやっぱ前に比べれば全ての面において効率よく勉強できるってことだよね 興味ないカセットテープを聞かなきゃいけないとかさ興味がない外国語の本他に選択肢がないからこれ読まなきゃいけないとかそういう状況ではないし自分の好きなものを好きな時に検索して聞いたり読んだりできるってのは本当に便利なんでだから前に比べたら前ってそのインターネットがある前1990年代より前に英語を勉強してた人に比べたら俺らが勉強英語 とかもう外国語をもっ変わり強く勉強できてもっと早い短い期間でマスターできるってのは当たり前の話じゃないですかだからもうもっとその、まあ、俺もよく、まあ、自分にさ言葉の勉強がうまくいかない時に自分に言い訳しちゃったりするけど俺もやっぱするべきじゃないと思うんだよねその前に比べたらすごい恵まれてる状況だからさだからもう 本当にこんな素晴らしいツールがあるんだからそれをどんどん活かして自分の言葉の勉強にも生かしていきましょうよっていうのは今日の話です。結構早口気味に話したかな。いつもよりは <laughs>。ちょっといつもゆっくり話しすぎててちょっとなんか自分で編集してるときイラッとする時あるんでちょっと早めに話しました。ということでさよなら。<laughs>